俺のトゥードゥーリストはこんな感じ。もうほぼ日記やな。朝日記 A4 サイズやけど、これぐらいは絶対書いてる。もう今回はトゥードゥー、めっちゃちょっとこんだけ。いただきます。はい、おはようございます。ね、今日はオフ最終日、明日から練習が始まります。クラブハウスに行ってちょっと軽くジョギングでもしようかなと思ったんやけど、バリバリ雨降ってるんで筋トレぐらいになると思います。クラブハウス行きます。到着です。はい、お疲れ様でした。ちょっとだけ筋トレしました。メディカルチェックの結果が来た。おっしゃ、ここが今からちょっと物件の内覧に、行きます。もういいよ、切るよ。オッケー、帰ろう。サブ、いや今物件見てきたけどめっちゃ良かった。距離感がないから、2020の1月1日から2020の はい、おはようございます。久々やな、こっからと。今日はオフが終わって始動1日目です。行ってきます。よし、あ、やばい、ガソリンない。行ってきます。はい、お疲れ様でした。練習が終わりました。バリバリ疲れた。帰りましょう。帰ってきたよ。ただいま。この前見に行った物件を申し込みます。はい、はい、おはようございます。よいしょ。5時36分起きます。はい、おはようございます。今7時、ちょうど7時です。今から練習に行ってきます。今日は午前中練習して、午後から、キャンプ沖縄に移動です。行ってきます。着きます、クラブハウス。オッケー、行ってきます。はい、部屋に着きました。相部屋はちょっと隠していきます。ゴーちょっと頑張るな。頑張りましょう。あ、やばい、おちマッサージ行ってくるわ。はい、マッサージ行ってきます。めっちゃ荷物揃えてるわ。これ段ボール使わないですか。あ、使う先生は。うん、で、まあ今は雲がいます。沖縄の雲です。ごお休み。ウィーリース。
日はどうやった？楽しかったです。明日も頑張ろうぜ。やってこいよ。帰ってきました。俺正直 YouTube 見て朝に6時絶対嘘だなと思ってたんですよ。ガチの人びっくりしました。嘘だ、やばいってお前。マジで引くな引くな、はい、出せ。2ブレンです。午後の練習行ってきます。最高やな沖縄。はい、お疲れ様でした。今練習が終わりました。今日2ブレンでした。今から風呂入って晩飯行きます。まだキャンプは続きます。しっかりコンディションを上げていって開幕に向けていい準備していきたいと思います。また来週見てください。ありがとうございました。さよなら。